99式短小銃、99式短小銃及び99式小銃は1939年に陸軍で採用された日本のボルトアクション式小銃である。欧米圏では有坂銃の最も代表的なものの一つとして知られている。初期の陸上自衛隊でも短期間だが使用されていた。本銃は1900年代末以降、 長らく帝国陸軍の主力小銃であった38式不標銃、38式小銃の後継として開発、採用された。38式不標銃との改善点は以下の通りとなる。99式小銃、単小銃を装備した部隊には、実砲が共通化されていた99式系機関銃が、分隊あたり一丁配備された。 重剣は三十八式不評10に引き続いて三十年式重剣を採用している。最大の生産工場は、名古屋陸軍造兵廠取り井松製造所であり、他に、東京第一陸軍造兵廠、小倉陸軍造兵廠、新川陸軍造兵廠、南万陸軍造兵廠の各陸軍造兵廠交渉、工また、東京重機工業、現、重機や東洋工業、 現、松田等の民間企業でも生産された。単小銃の生産数は約250万兆と言われ、日本の小銃生産史上38式不評銃に続いて第2位の生産量とされている。詳細な生産数については、戦中戦後の混乱で資料が残っておらず、完全には把握されていない。1940年代初期の緊迫した情勢と、 国力の限界ゆえに、三十八式不標銃から九十九式小銃、単小銃へと全面更新することはできなかったが、九十九式単小銃自体は、太平洋戦争時の日本軍、陸海軍主力小銃として使用された。主な配備部隊は、南方戦線を中心とし、例としてガダルカナルの戦いの一騎士隊。アッツ島の戦いにおける第七師団、 美薬島の戦いにおける第35師団、ペリリュー島の戦いにおける第14師団、フィリピン防衛戦における第68旅団、イオウ島の戦いにおける第109師団、ホカビルマの戦い、サイパン島の戦い、沖縄の戦いなどでも使用された。99式小銃、短小銃はドイツ国防軍のカー98キロ、 ソ連同の赤軍のモシン・ラガン M1891-30、アメリカ軍のスプリングフィールド M1903、イギリス軍のリー・エンフィールドナンバー 4MKI など、第二次世界大戦当時の列強各国軍における同世代の主力小銃と比較しても、互角以上の性能と信頼性を備えていた。太平洋戦争開戦当時は、新式小銃とも称され先に装備した部隊の指揮は、 高まったという。一方で、超重心、小高計段ゆえに反動が小さい38、式婦標銃に比べ、単重心、大高計段ゆえに反動が大きい99、式単小銃は、命中率が低下しやすく、この点から、新型小銃は開悪と評価される場合あった。反動の増大と命中精度の低下の対策として、97色素撃銃で採用されていた他国に、 あまり例を見ない単足が装備されているが、これが有用であったという使用者の証言は少ない。また、対戦末期には、国力の低下から小銃に限らず蘇生品が生産されたため、その末期型99式単小銃に関しては、本来の性能は期待できなかったという。太平洋の密林において頻発した、ごく近距離での戦闘では、米軍が広く配備した半自動小銃である、 M1 ガーランド、半自動カービン、機銃、機兵銃の M1 カービンに打ち負ける場面がしばしば見られ、本銃の半自動上銃化も計画され試作品も完成していたが、弾薬消費が補給、国力の限界を超えることと、品事変の戦線拡大により見送られている。本銃には大きく分けて、単銃新型と超銃新型があるが、あくまで正式においては一貫して、 超重心型を99式小銃、単重心型を99式単小銃と称し、厳密に区別されている。また、いわゆる超重心型を指す99式超小銃の故障は俗称であり、これは正式名称ではない。なお、本銃の狙撃銃型として99式狙撃銃、99式小銃ベースと99式単狙撃銃。 99式小銃ベースが存在するが、これらも正式において、小銃、狙撃銃と単小銃、単狙撃銃は区別されている。重心が超重心型、99式小銃より 14cm ほど、短い単重心型を99式単小銃と、小数が超重心型は不標銃として38式不標銃をもとに、単重心型は 基銃として38式基銃及び44式基銃をに、並行して試作されたものである。不標準の方は順調に開発が進んだものの、基銃の方は代行経過により従来の基銃と同等の重心長では反動課題、命中不良などの弊害をきたしたことや当時の世界の情勢を鑑み、 従来の不氷銃と機銃のほぼ中間の重心長とすること、後の99式単小銃になった。最終的に不氷銃と機銃は重心長と不川の装着位置の他は同様式のものとされ、それぞれ99式小銃、99式単小銃として採用、仮正式制定上心されている。しかしながら、実際に主力小銃として量産、 配備されたのは99式単小銃であったことから、99式小銃自体は、早々に生産が中止され、総生産数は約3万8000兆。単小銃は約250万兆。自然と単獣神型の方が、99式小銃と呼称されるようになった。英語圏を中心とする日本国外においては、有坂 7.7mm ライフル。 アリサカ M1939 ライフル、タイプ99ライフル、M99 ライフルとも呼称される。日露戦争終戦後、同戦争における主力小銃は30年式不標銃、日本軍では38式不標銃を主力小銃として使用していたが、不標戦術が機関銃、重機関銃、軽機関銃中心へ急速に移行すると、不評銃弾と、 機関銃弾の銃弾の共通化、弾薬補給効率の向上が緊急の研究課題となり、38式不標銃を元にして何種類かの代行継承銃が試作された。後に 7.7mm 弾、92式実砲を使用する新型銃機関銃たる92式銃機関銃が実用化されると、弾薬の補給面からこの 7.7mm 弾を 使用できることが要求に組み込まれた。満州事変には第一次上海事変、日中戦争、シナ事変で退治した中国国民革命軍等は 7.92mm 弾を使用するマウザー、モーゼル系の関与88式小銃、グ88で武装していた。7.92mm 弾では早くから鉄鋼弾が実用化されており、命中箇所によれば 日本軍の装甲車や軽戦車の装甲を貫通することもあった。このため陸軍では当時の欧米列強国の小銃弾に準じて口径は 7mm から 8mm 程度が好ましいとされ、こうした戦訓も後押しする形で明治、大正、昭和と研究されてきた新小銃の配備が決定した。こうして完成、採用されたのが99式小銃。 単焦銃だったが、日中戦争の激化で動員が進められ兵士の数が急増したため38式不標銃からの全面更新は不可能となった。結果として2種類の主力小銃が同時に存在したまま太平洋戦争に突入してしまった。なお、おおむね師団単位で使用銃器、口径は固定化され、南方方面には 7.7mm 部隊を 既存の中国方面には6 5ト、mm、ル部隊をと、区分けはされていたものの、日本軍全体においては、弾薬補給場の混乱を招いた。さらに大戦中後期には、南方戦線の戦況悪化のため、中国方面の部隊を引き抜き戦力増強したことも、あり、補給場の問題は悪化することとなった。また、九十二式実報との互換性についても、 計画通りには実現できなかったため、意図に反して補給上の問題はさらに煩雑となった、後日。日本軍、特に満州に展開する関東軍にとって、最大の脅威は、その機動性をもって退路及び補給路を遮断する、恐れのあるソ連の自動車加速撃兵士団であった。遠距離の対人津島射撃では、その昇降径ゆえの命中率の高さから有意を、 確保した38式不標銃であったが、中距離200から400メートル程度における自動貨車など軍用車両に対する対物射撃では威力不足が顕著であった。満州の大平原で大車両戦闘を行うという、より現実的な脅威に即した形で99式、小銃、短小銃は設計されている。また、中国軍との戦闘において、 中国家屋の土壁を遮蔽物として交戦した場合、中国軍の7 9 2ト、mm、ル弾は数発で土壁を打ち崩したが、日本軍の小銃や軽機関銃の6 5ト、mm、ル弾では困難だったことからも新型小銃の後継増大が求められた。これらを踏まえて開発された99式普通実砲は、草原での草むら越しの戦闘でも6 5ト、mm、ル弾では、 軽量ゆえに運動エネルギーが小さく、草との衝突で弾道が曲がり命中しにくいが、7.7mm 弾であれば、比較的重量があるために草むらを直進して命中させやすいという報告もあった。また、6.5mm 弾は遠距離射撃の場合、風に流されやすいという兵士の証言もあり、実際に38式の狙撃銃型である97式狙撃銃。 38式改め狙撃銃では、空戦、ライフリングのツイストが急であることも含めドリフト、変流しやすい性質の銃になっており、最初から狙撃眼鏡、97式狙撃眼鏡の縦軸メモリが斜めに入っているのに対し、99式狙撃銃、炭狙撃銃用の狙撃眼鏡、99式狙撃眼鏡は縦軸メモリが垂直になっている。 38式不標銃と比較して、小紋が V 字型から円光式となり、小整も角柱式から三角中式になった。小順の見出しがやりやすくなったため、兵士の間では概ね好評を得ていたとされる。ライフリングは38式不標銃と同様のメトフォード型であり、イギリス製ライフルと同様の系統に区分される。木製部分は主に、 長野産のくるみ材を使用していたが、代用として、ブナカの仇も用いられた。後に、欧米で、オーク材と呼ばれるなら、日本では、菓子が主材料となったが、戦争末期には、木材調達がままならず、乾燥処理されていない杉も使われた。当時の日本製少銃は、その生産の主に最終工程において、食工の手作業による場面があったために、 部品の互換性が考慮されておらず、38式不標銃の場合は、破損や紛失した部品を、他の銃の部品と入れ替えると作動不良の原因となる、例があったが、99式小銃、短小銃は、互換性及び生産性の向上が図られている。重心の内側は、クロームメッキが施されており、発射耐久性の向上に成功している。この技術は、 戦後に自衛隊向けの M1 ガーランドの老朽化対策や64式小銃、62式系機関銃などの日本製小火器にも採用されている。初期型の99式小銃、単小銃には単足とともに高射標弱という対空用に使える見切り小準機が標準装備されている。これは高射砲、高射機関銃砲、高射砲兵。 機関砲兵の内催前線では、敵航空機は、不評の最大の脅威であるために、軽機関銃、重機関銃のみならず、小銃士を含む、不評部隊は全力で、集中的に、対空射撃し、これに対抗するものであったことによる。そのため、小銃の対空射撃姿勢、重機関銃は三脚を、高射化に組み立て、専用の高射消耗を装着するである逆車や失車、及び、 三越射撃の教育は、高射標尺を有しない38式不標銃の時代より査定いた。なお、あくまで、これらの対空射撃は、必ずしも、敵機の確実な撃墜を目論んだものではなく、敵機資金に射撃を行い、反撃することにより操縦者の指揮をくじき、接近や対地銃砲撃を回避する意味合いが強い。小銃による航空機の撃墜、報告例は、多数あるが、 墜落原因は戦闘中の混乱で明確でない場合もある。撃墜派には至らないものの、小銃による確実な対空射撃命中記録の1、例としては次のものがある。1943年5月15日、ビルマ戦線において、飛行第50戦隊、一式戦、春装ビルスタイが駐屯する、メーテーラ西飛行場を、イギリス空軍第67飛行隊の ハリケーン戦闘機発揮が奇襲。当時の同飛行場には、高射機関重砲といった対空火器はなく、戦隊の池田上等兵が小銃、銃手不明で反撃したのみであったが、ハリケーン2機が実際にこの小銃射撃によって被弾していた日英軍双方の戦火損害報告による確実な記録。なお、このような消火器を用いた対空射撃戦術は、 日本陸軍では全力射撃と呼ばれ、機関銃一丁よりも小銃二十丁の一斉射撃の方がより命中率が高まるという理論に基づいていた。同様の戦術がクアンガイ陸軍中学等の旧日本陸軍関係者がベトナム兵への戦術指導に当たった共同施設にて北ベトナム軍の正規戦術として取り入れられ、インドシナ戦争やベトナム戦争、 アップバクの戦いなどが著名にて、爆撃、偵察などで低空に侵入した、多数の航空機やヘリコプターにス四4 7などの対空射撃で損傷、撃墜の被害を与えている。小銃による、対空射撃は操縦者の指揮に与える影響も少なく、なく、戦略上も操縦者のみならず、 爆撃者や偵察者などの要請に費用と労力のかかる要因を無意に消耗する結果を招くこととなるため、会 A-18 等の現代の航空機に至るまで、こうした射撃への対策設計が取り入れられる等の影響を残し続けている。当初、無機延式にした92式普通実砲、あとの97式実砲を使用できるように開発が進められていたが、好威力すぎて、 小銃弾としては不向きであった。97式実砲での試験を重ねた後、新たに開発した99式普通実砲を使用銃弾とすることで決定した。これにより、補給効率向上を目指した銃弾の互換性は、小銃弾を基幹銃弾として使用する一方的なものに止まった。1930年代後期、成人男性の平均身長が160センチメートル強。 程度であった小柄な日本人が使用する小銃としては幻想弾であっても威力課題だったともされる。99式普通実砲は1938年昭和13年10月から開発研究がなされた。92式実砲と比較し薬莢過端に半期延部がないため、期延部径は、12. 1 2 1トルと0 6ト、mm、ル小さく、 底部圧が、mm、薄くなっている。92式重機関銃は、保弾版式の球団機構であるため、作動の確実を期して、半期円式の薬莢を使用していた。その後、97式車載重機関銃の開発にあたり、箱型断層からの相談装填をより円滑と、するべく薬莢が無期円式に改められ、97式実砲が正式化された。 同様に99式軽機関銃も97式実砲を用いて開発が進められていたが、軽機関銃用としては、創薬が多く威力が高すぎたため、創薬及び弾丸重量を減らした99式実砲が開発された。これは既存の重機関銃用弾薬を基礎として開発を進めた経緯に基づく。99式小銃、単小銃では、 同一部隊以内で99式軽機関銃と弾薬を共有するために99式実砲を使用弾薬として使用することとなっているが、重機関銃用の無機縁92式実砲も使用することができ、前者を近距離専用の軽弾、後者を遠距離専用の銃弾と呼称した。無機縁実砲用に回収された92式銃機関銃ではこれらすべてを使用できた。 1940年、昭和15年以降は、弾薬統制により、半期円式の92式実法が無機円化されたため、不評部隊向けの 7.7mm 弾薬は、すべて同一形状の無機円薬鏡に整理され、統一されたが、重機用の92式実法と軽機、小銃用の99式実法という2種類の区別が、なお存在した。弾丸は、 玉腸 31mm、玉リ 7.9mm、弾丸重量 11.8g、弾道低落量は水平射撃 200m で 41cm、300m で 99cm、500m で 285cm、万ン王道飛行、高鉛第2種段尾となっている。形状は、戦闘弾頭、平底弾尾。薬莢は、 王道製の無機炎薬莢で機炎部計 12.1mm 末期には鉄製薬莢も生産されたが、表面処理が不十分なために傾向中にサビが発生するなど実用性は低かった。99式小銃、単小銃には敵弾、小銃敵弾発射用アタッチメントとして100式、敵弾機、2式敵弾機などが装着可能であった。 30から 45mm の専用敵弾が開発、生産され、例として 40mm 小銃敵弾は1個四段あたり1000個程度の補給がされた。また、このほか小銃用多弾、成形作薬弾として99式外装、潜航弾が用意され予定であった。これは3 1 0グラムの作薬が内包され、75mm の走行に先行を開けることができたが、 有効射程は20から30メートルと短く、姿勢に終わっている。戦後、日本占領地域に行き、または降伏に伴う武装解除により接収された日本軍兵器が各国の独立戦争、内戦などで使用されており、多数の日本軍の消火器が使用された。朝鮮戦争の勃発を受けて、大韓民国国軍の小銃不足を補うため、 アメリカ軍が接収した99式炭小銃を回収して装備することになった。これは薬室を削り直して 7.62mm63 弾、30から06スプリングフィールド弾を使用できるようにするもので、回収は東京兵器補給所、トットで行われていた。また、日本で警察予備隊が発足するとこちらにも配備されることに、 なり、名称は九十九式後継。三十小銃で、配備数は約七万五千兆。改造のベースとされた九十九式短小銃は、日本国内の他米国からも供与、管が行われたという。しかし、もともと全く特性の異なる実法を用いていたものを回収したことから、下記のように多くの問題が指摘された。陸上自衛隊武器学校で行われたテストでは、 重心破裂などの事故が頻発したことから、陸上枠領幹部では直ちに射撃禁止の措置を取った。本来の99式炭小銃は、当時の軍用ボルトアクション式小銃でも高性能な部類に入るものだったが、対戦末期の戦地や戦後の日本国内より、米軍兵士が持ち帰って評価の対象としたのが末期型であっため、戦後アメリカでは粗悪銃と評価されていた。 また、アメリカやカナダでは、スポーツライフルとしても流通している。アメリカ国内で製造される 7.7X58mm、アリサカが使用されており、貫通力が強く、大型銃の狩猟に使用される。クリスリーなどの大型動物を即死させることができると、言われる。ルバング島で30年間身を潜めていた、小野田博士郎予備陸軍商員が手にしていた。 小銃としても知られる。この際、弾薬は島内に、行きされていた、戦闘機から引き上げた 7.7X58SR 機関銃弾、薬鏡が92式実砲と同様の半期縁型で、交換の必要ありを改造して使用していた。俗に99式長小銃とも呼ばれる。不標銃として、開発、生産されたが、実際の全長は、 全身の三十八式不標重よりも若干短い。九十九式の系列全体から見ると、生産は少数にとどまる。九十九式小銃の全身として、三十八式不標重に準じた全長で試作された不氷三十八式をそのまま七七点ミリメートル化して、交換を湾曲化し、端足を装備した名古屋工渉の第一案と各部の部品を、 簡素化して量産及び部品の融通に適した構造とした小倉交渉性の第2案が存在し、99式小銃は同案の利点を設置して正式採用となった。狙撃銃として99式小銃、単小銃の生産ラインの中から精度の高い銃を選び出し、機関部左側面情報に99式狙撃眼鏡倍率4倍、 または97式素撃眼鏡、倍率に1.5倍を装着したもの。99式小銃をベースとする99式素撃銃と、99式単小銃をベースとする99式単素撃銃が開発、採用されているが、単小銃と同じく実際に主力狙撃銃として量産、配備されたのは、単素撃銃である。99式小銃の制定後に、 38式機銃及び44式機銃をベースに7 7ト、mm、ルとしたものが試作された。前者が第1案、後者が第2案として検討されたものの、採用は見送られている。99式短小銃をもとに、帝国陸軍の落下産部隊である、挺身部隊向け小銃として試作されたラ銃の一つ、100式小銃とも、 ドイツ高架両兵向けのカー98キロパラトルーパーを参考に、同銃と同様のネジ山噛み合い式の重心、機関部分離機構を実装した。重心と機関部の接合部分には4山のノコ羽ネジが切られており、差し込んで1、4ほどひねることで結合が完了する。分離時には、ボルトハンドルもボルトから引き抜いて別に傾向することができた。 結合完了と同時に重心及び焦正をずれなく、成立させるには高度な工作精度を要求されるため、当時の日本の工業力ではこの構造の分離機構の量産を行うことは難しく、本銃の開発は姿勢に終わった。この後に38式機銃をもとに姿勢100式よりも量産が容易な折りたたみ重症式とした姿勢1式施策にも挑んでいるが、 こちらも折りたたみ機構の耐久性に難があり、試作のみに終わっている。なお、カー98キロテイクダウンライフルは、日本の姿勢100式よりも、完成度が高かったものの、本格的な量産には至ってはいない。姿勢100式及び姿勢1式と同時期に試作されたテラ銃。資料によっては44式機銃を元にしたとされる、場合や、 姿勢一式として紹介している場合もあるが、現存するものは99式単焦銃をもとに44式機銃後期型のスパイク式折りたたみ銃剣を取り付けたものとなっており、製造交渉とシリアルナンバー以外に形式を示す、刻印は存在しない。海外では非公式に姿勢99式テラ銃とも呼ばれている。姿勢100式のネジ山み合い式の重心。 基幹部分に機構を簡素化し、結合部を差し込み式として、くさび状のネジを回して固定する構造に改められた。これは、後の二式小銃とほぼ同じ固定方式であるが、ネジの位置は二式小銃とは、左右逆となっている。この銃が直接の原型となり、二式小銃が開発されたとみられる。99式単小銃を薬室部分から2分割、可能にし、 銃袋に入れて持ち運べるようにしたもの。分割部分は金属で補強してある。低信落下山に由来して、テラ銃、二式テラ銃という故障、略称がある。空の新兵として、パレンバン空挺作戦で戦火を挙げた、空挺部隊たる、低信部隊、低信団の低信兵に配備するために開発された。製造に、 手間のかかる二色小銃の代替として1943年10月に制定された低新平用小銃。すでに大量を生産されている99式炭小銃を転用して二色小銃と同様の分解機構を持つものに改造することにより増産を容易に行えるようにした。38式不標銃と並んで日本軍の主力小銃であったため、 これらの他にも戦争を題材としたドラマや映画に登場する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。